島崎優斗です。さあ本日はやってまいりました、島崎優斗大好き芸人の皆さんです。いや、テンション低いな。大好き、大好き。実はだいぶ前にうちの奥さんと松沢美樹、福井咲でうちでやったんですよ。このメンバー珍しいじゃん、この4人って多分1回も動画で一緒にないよね。ないな。ペディア全員でっていうのはあるけど、この4人で珍しいのと、結構彦松とか一緒にそう。明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。今日はですね、島崎優斗を非常に褒めたたいていただこうという回になります。よろしくお願いします。イエーイ。ではまず1問目、1問目じゃないですか、クイズ。音楽的に島崎優斗のすごいと思うところ。はい、どうぞ、はい、お願いします。いろんな楽器ができるところ、ありがとうございます。いやでもファッチもできてんじゃん。いやいや、でも私より幅広いしクオリティが高いです。いやでもこの楽器俺より全然得意じゃん。このはね、ちょっと器用。このはね、夏はよかった。はい、どうぞ小林さん。即興が本当に毎回全部違う。ほう、あれを毎回本当にスッてそのフレーズの流れからいきなり始められるのがすごいなと思います。本当にアドリブが全部毎回その場でちゃんと作ってるっていうか、その場で出てくるものがちゃんと音楽になってるっていうのは、はあ、それ自分で気づかなかった。いや僕絶対できないですよ。まあ、これティンパニーとかさ、受け奏者だから、もう本当にアドリブ一切聞かないから、あいつもなんかすげえ羨ましいって思います。いや、できるよ、絶対無理。はい、いや、本当はないでしょ。いや、ひねり出したんでしょ。いや時々、この人本当に腕3本あるんじゃないかって思うけど、なんで今そこでその音が出てるのって思うことが多々あります。いやありがとうございます。前回ね、女性陣3人とやった時はケチョンケチョンに言われたから、こんなに怒れると思ってなくてびっくりしておりました。それじゃあ第2問、はい、音楽以外のところで島崎優斗のすごいと思うところ。はい、はい、お早い、素晴らしい、はい、もう大好き富岡さん。イッチー先輩をすごく大事にしているところが素晴らしいと思います。いやありがとうございます。取られた。何かをするときもまずいっちゃんの喜ぶ顔が見たいっていうのが行動のなんか最初にあって、それがね、もう本当に素晴らしいと思って。いや、妻に聞かせてあげたいですね。聞いて。なんか俺は別にそんなやりたいわけじゃないけど、いっちゃんが喜んでくれるからやるみたいなのがすごくいっぱいあって。最高じゃん。そう、最高だと思います。軍なんて何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 なんて。はい、その他男性陣。ない。なんかまあ似たようなもんですけど、はいはい、なんかいいパパしてる感じは。いやまあでも結構ね、やっぱうちのことは奥さんが見てくれてるから、俺がそのたまに家でできる時にしてるから、できるのもね、毎日とかだったら多分しんどいと思うんだけど、はい。いや、ないでしょ。まあ、ゆうたさんと結構長い付き合いで、まあね、3人ともだって大学の1個後輩、あっちゃん2個後輩か。ほんとゆうたさんにはご迷惑かけたら。かなり怒られたり、あと職もするわ、練習してこないわみたいなことずっとやってたよ。ちょっと待って、今好きな話じゃない。いやそう、好きな話なんだけど、いつも僕のことを気にしてくれて。でも今思えば、あの時アートコーダー空気でもいただいて、私は感謝をしている次第でございます。素晴らしい、いい話。まずはダメだよっていう一言でも言わない人もいるだろうし。ああ。そんなこと言ったらさ、まずは結構いろんな人に言われてない？まずは俺の中で、はい、一番誓った人ランキング。特にやっぱ若い頃は遅刻とかすごい多かったし、今だから言えるけど、やっぱり仕事する上でさ、遅刻ってまずいじゃん普通に。もう2回ぐらいで強めに行ったと思うんだよね。好意的に受け止められてよかったですね。本当に。いや、じゃあ最後に、前回もやったんだけど、島崎優斗にこれ直してくんないかなって、これもっとこうしてくんないかなっていうこと。ない。いや。いや。
意外と詳細が直前まで分かってそう、確かに意外とそれ松沢さんにも言われた衣装とかそう、時間と衣装と場所いやそれね、本当申し訳ないと思ってる場所と時間は言えよってね何回もこれ言われてるんで、今にイメージとくすいませんでしたドッキリが多すぎて、もう疑心暗鬼みたいいやいや、待って、ドッキリ相当多くなくない楽しいよねまあ、見てくれてる皆さんが喜んでくれるなら、全然もじゃあ OK ってこといやいや、だってお前入試やってないじゃんそうそう、入試チャレンジ入試チャレンジねあれ、どんだけ経験をキラキラしながらこれどうやってるんだって思いながらってことじゃあみんなの総意として一番直してほしいところは仕事の、まあ、当日の詳細とかを早めに欲しいとかわかりました仕事の詳細を早めにお知らせするように頑張りますはいじゃあ最後はちょっと怒られて終わりましたけども本日は島崎と大好き芸人の皆さんでしたありがとうございましたまずはよろしくお願いしますお願いしますさようなら